皆様ごきげんよう。ナイスと新刊紹介の時間です。司会は私、古典の試験は鉛筆を転がしてました小池です。今回は3月に出されました国土社の人物で伝わる日本の古典文学大友のやかもちとこのつらい字を紹介いたします。早速この本を担当した岡田に話を聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。この本はどんな経緯でどんな人に向けて出したんですか？これはですね、小学校高学年の高校向けに出した本で、ここにあるんですけど、人物で作る日本の古典文学っていうシリーズなんですよ。で、出版社の方と、古典文学をその時代背景を含めて学べる本を作りたいねっていうところで。大友のやかもちと紀貫之っていう2人の人物を関連するもので古典文学を紹介するんですけど、内容としては和歌と日記っていうふうになっていて、でやっぱりちょっと昔は歌がすごく多くて歌ページが結構半分以上占めて、多くを占めてますので、紀貫之の今一番メインで紹介している土佐日記が少し少なくなるなっていうところと、あとはこの紀貫之さんがすごい芸能者の方で、いろいろ才能ある人で、歌もすごくたくさん読んで、しかも歌の才能もあったので、歌の方でも紀貫之さんがよく出てきてるので、その分量をどうしようかなっていうのを。では最後にこの本のおすすめポイントを教えてください。はい、いろんな人物が出てくるんですけれど、その中でも今回小学生もよく知っている学問の神様の天神様になっている菅原道真を取り上げてまして、最後にページの最後の方に菅原道真は漢文にとても造形が深くて、菅原道真の漢文がまず読めるっていうのが面白いのと、あとはその頭の方でも書いてるんですけど、どうして文学の神様になったのかっていうところとかもこの本で分かってもらえるようになるので、ぜひ。はい、こちらの国語社より出された人物で探る日本の古典文学大友のやかもちと紀貫之は全国書店アマゾンにてお買い求めになります。ぜひ買って読んでみてください。以上で内地区新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。